んずちゃん、はやお、今日か明日には、あんずちゃんは保護主さんのところへ戻ることになります。今日か明日といったのはですね、あんずちゃんがこう自然な形でキャリーに入れるようなタイミングがあったらということです。現在ですね、引っ越し作業が進んでいて、これどかすね、はいはい、おめでとう、いいや、いいやんずちゃん、部屋の状態がだいぶ、今は荒れたことになっていてですね、今、以前のような譲渡会の時のような、暴れ方をするとかなり危険かなと思います。まあ、ですのでいいタイミングでですね、キャリーに入れられたら連絡をして連れていくということになっています。まあ、このようにちょっと警戒心がもう少し芽生えているのが、アンズちゃんの察知能力ですね、の高さかと思います。ずちゃん元気でいい、20年生きるんだよ。そうだね。アンズちゃん、ご飯だよ。なでなでの方がいいの？アンズちゃんはどちらかというとなでなでが好きです。なでなでさせて。いい子だね。あ、やっぱり、やっぱり逃げるのかい。ピピより。いや。なでなで好きだよね。はい、ご飯食べな。もうちょっとあげに行ってもいい？うん。はいはいどうぞ、はいどうぞ、はい、食べよう、ね、はい、どうぞ、ね、はい、どうぞ、ね、はい、食べてね、はい、ジャン君ご飯だよ。どうぞ。今日は2食、なんていうの？ポタージュです。あと、あんずちゃん一人じゃ多いからみんなでね、食べよう。はい、ポンちゃんどうぞ。ポンちゃんさっきカリカリ食べてたね。
美味しいね。美味しい。チューブじゃない缶詰の子も食べてくれるかな。現在生放送中です。生放送中です。よいしょ。ちょっとジャン君ごめんよ。これどかせない。すいません。うん、またこれはこれですごい汚いことになってるのが見えちゃって。よいしょ。さ、昨日お話をしましたけれども、改めてですね、何ですか、ちょっと待ってよ。カオリンの、様子ですね、昨日今日、連絡が入っています。で、昨日は、まあ保護主さんのところに里帰りをしたわけなんですけれども、この写真の通りですね、シャーシャー、言ってました。でこれはまあ予想通りということです、おそらくはそうなっちゃうだろうなということで、まあ大丈夫でしょうって思っていました、今日の情報ですね。今日はおお、カオリン、カオリン可愛いね。表情もいいじゃない。うん、ただ、カオリンが今朝方まで、ハンガーストライキに入っています、これはこれもまああるだろうなとは思います。環境が急に変わってですね、あ、まあ、言ってしまえばパパとママに、がいたのに引き裂かれたぞというところで、今傷ついているところだと思います。まあ、その気持ちを思うとですね、ちょっと心が引き裂かれる感じありますが、まあいつものことです。これはいつものことっていうとね、慣れてるよってことになっちゃいますが、こういうことなんですよ、一時預かりはね。で、今こうやって、まあ、目隠しをしていただいて、今少しだけ開けたところで写真を撮っていると思うんですけれども、しばらくの間はうちに来た時と同じパターンをたどると思います。ご飯を食べる時に、まあ、最後の日までですね、食べる時だけ怒るっていう不思議な、パターンの子なんですけれども、ご飯が大好きは大好きなんですね。ただカリカリをあまり食べないとか偏食気味ですはあります。そして、ご飯をすごくこう心待ちにする、要するにまだちょっとね、その野生の食べ方が、野生じゃないのか、ノラの食べ方が、抜けていない子なので、お腹が空いたら多分要求すると思うんですよね。ただ今はもう緊張の中にいるので、この状態かと思われます。さあなんとかなってくれるでしょうか。あのね、もうここでは、LINE のやり取りは随分、魔王井ママがやっているようなので、こういう時はこんな感じでしたとか、そのまあ情報をね、送っているんですけれども、引っ越し当日とか、引っ越し直後になると、こちらの方の通信が、危うくなったり、引っ越し直後は、直後というか以降ですね、10日間、通信が危ういですね、できなかったりするので、まあ、夫婦でマックに行って、マオイママの場合は LINE を開く。だな。でもね、LINE はね、うん、大したくないのと、うん、いやまあそれは大丈夫じゃなくて、まず Wi-Fi がないから。 Wi-Fi なくても、いやいやいや、あ、そうかそうか、1ギガの中に全然平気だから、ね、そうかそうか、うん、じゃあそれはいいかな、うん。今聞こえなかったかもしれませんが、1ギガ設定のスマホを使っていますので、 Wi-Fi のあるところに行かないとと思いましたが、 LINE なら、多分そんなに重くないから大丈夫じゃないかという話です。クロケンの方のですね、ノートパソコンを、起動して、せめてメールチェック、もしくは、データの転送その他みたいなことになると Wi-Fi、まあ、必須で、 Wi-Fi でもちょっと辛いかなというところはあります。ということで、今日のカオリン情報はこのような状態です。今はまだ心配だけが、ありますけれども、こういうこと
が必ず、保護猫の場合移動環境の変化に起こるということはもう、間違いないのでですね、ここ2日ぐらいですか、山場はね、もう1日経ってまずはトイレですね、排泄ができているのか、それとご飯を食べてくれるのかということですね。あ、そういえばですね、このところ、困った時のチュール頼み、これ本当にね役に立つんですよ、一時預かりにとってはね、おそらく、保護主さんもチュールで誘うということをされると思います。あれちょっと、あ、そう、伝説のブラシ、保護主さんの方では奇跡のブラシという呼び名に変わってましたが、いいです、いいです、奇跡でいいですね、が、有効ではあるということは確認できました。このケージのところからですね、ブラシを出すとしばらくの間おとなしくなってくれるということです。こうね、スリスリしてですね、これカオリン専用を作ってあって、それをお渡ししてあるので、これでなんとかですねきっかけを作ってもらえればいいなと思います。アンズちゃんの姿が見えませんが、なんとなくこの裏じゃないかなと思うんですけれども、どうですか。あ、なんかいるぞここに。アンズちゃん、あ、まあ無理に、出すのは良くないので、今日はですね、タイムリミットがあと45分しかありません。その間に、用意ができて連れていければ、いけるんですけれども、今日はなしかな。明日になるかと思います。でちょっとですね、引っ越しの作業の、遅れを出さないために、アンズちゃんはいるけれどもスギニャンを、撤去してですね、スペースを空けようかなと思っています。くれぐれもアンズちゃんやジャン君やポンちゃんの、安全、これですね、危険のないように、作業を進めます。